おはようございます。今回はね、日大の取材に対してとか、なんでホームレスの取材にするのかとか、そういったことに関して、ツイッターの DM とかでいろいろ質問があったので、それに対してお答えしたいと思います。まずね、僕自身が、西成愛林地区での取材を始めたきっかけなんですけれども、一番のスタートはね、まあ知ってる人は知ってると思うんですけども、インドネシアで試合して、日本に帰ってきました。で、帰ってきた時に、ものすごくね、なんちか、どこでご飯食べようかなと。一番の楽しみが帰ってきた時に、食事なので、で、食事もどこで食べようかって話してた時に、やっぱ下町で食べたいなっていうことで、下町イコール西成ということで、愛林地区に行ったのがきっかけで、始まりました。もともとはね、ボクシングのチャンネルとしてスタートしたかったんですけれども、コロナが始まって、で、4月の試合、6月の試合なくなったり、で、その後の試合の予定も全部なくなったので、まあ、急遽方向性が変わってきたっていうのが、まあ、原因の一つなんですけれども、で、そこでね、なんというか、一番最初に行ったのが、キラクさんで、キラクさんで、その後に、ゴロのおっちゃんのところに行ったら、そこにいたおっちゃんにたまたまその、なんちか、帰ってきたことを言ったら、やろうぜって殴りかかって来られたとこからのスタートですね。で、僕自身としたら、すごくそれがなんか面白くあったし、それを TikTok に上げたら、百何十万回ぐらい、再生されてたんかな。うん、そういうのもあって、スタートしました。で、まあ、西成面白い街やな、ということで。で、2回目に行った時に、なんとなんていうかな、また面白いのに、なんか、三角公園に行こうとして、国道沿いから、まっすぐ行けばいいのに、愛林の方に入っていけば、入って、で、まっすぐ行けばいいのに、まっすぐのちょっと怖かったんで、僕サイドから行ったら、ちょうどサイドから行く途中に、まあ、拉致られるというか、僕のこと知ってる方があって、おー、ちょっとボクシングのやつやな、ちょっと怖い、みたいな感じで連れて行かれたり、しました。で、その後に、成屋さんに行って、まあ、ビール一杯飲もうかなと思って。で、その時の取材の、まあ、きっかけとすれば、幸せとか人生とは何ですかっていうのを、この人たちに聞きたいなと思って、聞きました。その時に現れたのが、まあ、皆さん知っての通り、ハマちゃんなんですよね。で、そっから、ハマちゃんに俺ついてこいってことで、ついて行って、またハマちゃんが本当にその、なんとか、ああ見えて実はもうすぐその頭のいい人で、で、あとはなんかこう、カメラが回ってる時と回ってない時の、まあ自分の立ち位置とかしっかり考えて、僕が作りたい動画とかも一緒にやってくれたりとかもしてくれたので、二人でちょっと面白い動画作ろうということもあって、それも作らせていただきました。うん。で、そっから、愛林の人たちとどんどんこう、話していくようになって、なんていうか、良くも悪くも、僕自身は 100% 彼らのことを理解できないっていうのがあります。うん。共感できる部分は結構たくさんあったりもするけども、理解、で、そこを、なんていうか僕は埋めたいなと思ったのもあったし、あともう一つ僕が言いたいのは、まあ、見てる人が、あなたは僕のこと理解できますか？うん。100% 理解できるよっていう人がもしいてるんだったら、言い方悪いんだけども、それって俺偽善者なんじゃないかなとか、嘘つきなんじゃないかなと思うんですね。育ってきた環境が違うし、DNA も違うのに、その人間を理解できるってことがまずありえないと思うし、そういう中で、なんか、愛林の人たちっていうのは、僕が、本当に理解できないことがすごく多すぎて、うん、もうちょっとその、なんとか、この人たちにもっと入り込んでいきたい。うん、で、あともう一つが、まあ、僕自身経営者なんですけれども、もう26年目か。で、
アイリンのおっちゃんたちの、まあ、結構の割合なんですけども、過去を捨てて、守るべきものを持ってない人たちの発想というのが、僕にとってはものすごく新鮮でした。ずっと僕は守るものを持ってきて、その中で自分がどうすればいいのかっていうことを考えてやってきた中で、あのおっちゃんたちと話していく上で、新しい価値観っていうのが生まれたし、やっぱ、人として話し合っていく上で、大体で全然話せるし、いい意味でなんていうか、面白い将棋を打ってるような感じな感覚でしたね。なんか、さっきも言ったけども、守ることを持たなく、そして、自由な発想で、入れる、人たちが、本当に僕は、すごくなんていうか、感銘を受けるところもあったし、なんていうかな、感化された部分もたくさんありましたね。すごくなんていうか、魅力的な街でした。正直、なんていうか、あともう一つ僕は言うのが、アイリンの人たちをバカにしてるんじゃないかみたいな話をたまにされることがあるんですけど、1000% それないですね。さっきも言ったけども、人として、みんなと僕、通じ合いたいし、なんか、いろんな人がいろんな人生送ってきた中で、そこを否定するとか、肯定するとか、もうそういったことは、本当に今の状況ではなくて、なんか受け入れるとかではなくてね、本当に、なんていうか、一人として、接していってる、状況です。あとは本当に人情の街というか、アイリン自体は、前の僕も言ったけども、各家族がどんどん、まあ家族っていうのが、ちっちゃい組織になっていって中で、なんかアイリンの人たち全体がね、なんかこう、繋がってて、喧嘩もしょっちゅうするんですよね。でもなんか酒飲んで仲直りしたりとか、なんかそういうのたくさん見てて、昔のね、いい時の日本の姿がそこにあるし、やっぱ世界平和の、日本が世界平和に向けて考える上でのヒントというか、足がかりがあの街に僕はあるんじゃないのかと、真剣に、思ってます。本当に魅力的な、街です。なんかその、先ほども言ったけれども、なんかこう、馬鹿にしてるんじゃないかみたいなところに関してなんですけども、ほんまにそういうことは全くなくて、なんとか、僕自身が逆に、なんかね、アイリンの人とかに関して、周りを見る目っていうことが、なんか、僕は逆になんか違うんじゃないかなとか、いろんな人がいろんなこと来て、同情したりとか、なんか自分の、価値観を押し付けたりとか、幸せとはこういうものなんですよとか、あのおっちゃんたちに一生懸命説明してる人とか、なしか押し付けていく人がたくさんいてるんやけども、くどいても、千人が千人とも価値観があって、みんながそれぞれの、意識のレベルとかも全部バラバラで、なんか、自分の幸せや価値観を押し付けるべきでは、俺は、ないとは思ってます。ただ僕自身が、なんか今回、給付金のことで、動画やりましたけれども、あれっていうのは、なんていうか、本当に、国民全員がもらうべきやし、で、正直僕の中でも知ってたんやけれども、もらおうにも、もらえないそこのベースがあって、住民票がなかったりとか、あとは、国が、もうその人たちの人権を認めない状況があったりとかもするんですよね。で、そこに関して、見えない部分の報道を僕はしたかったので、させてもらいました。いきなりね、例えば NHK のテレビが来て、こうですか、ですかって、なんかこう、質問したところで、
おっちゃんたちは多分素直に喋らんのじゃないかなとは僕思ってて、俺みたいなやつが普通にフラットに行ってて、で結構あの街は僕知られててね、あ、チャンピオンはチャンピオンって言われるんですよ。で本当に、まあそんなに僕、みんなとも仲良くするし、あ、ちょっと飲もうぜってみんなが呼んでくれる、ですよね。でそこで話聞いて、でもしよかったらそれって YouTube 流しませんかって僕話をするし、うん、でそれをまあ話して外に出していく、うん、スピークしてもらうっていうことをほんまに、念頭に置いて取材させてもらいました。うん、適当にやってるわけでもないし、ほんまにリアルな現実を伝えたいなと思いました。うん、話戻りますけど、僕自身が、ただね、同情するとかしないとか抜きにして、今みたいに、まあ、家がない人とか働けない人の支援というのは、20年前、25年前とね、そんなに整ってない時期が、大阪にはあったんですよね。うん。お金がまだ全然余ってるのに、そういう支援ができてない、時代があって、で、その時僕は19歳で、事業始めて、20歳ぐらいで、なんていうかな、まあ、稼げるようにはなりました。で、それと同時に、やっぱ本当に僕人が好きなんで、いろんな人と、まあ、南で知り合って行っていく中で、もちろん南のホームレスのおっちゃんとかも仲良くなるんですよね。で、仲良くなって、で、その時もあの、おっちゃんたちの、あだ名っていうのは僕のチャンピオンってあだ名でした。で、ある日、おっちゃんが、おチャンピオン、ちょっと、相談乗ってくれって言われて、どなしたんすかって言ったら、俺たち、仕事したくても、もうバブルが弾けて仕事がないんだよ。うん。で、チャンピオン、ちょっと仕事くれへんかってことを言われたので、あ、じゃあ、お金が欲しいって言われたんだよ。お金はあげれない。うん。でもなんか俺仕事作って、ちょっとおっちゃんやってよって言って、あ、わかった。うん。で、その仕事というのが、南の商店街を、まあ、ホスト、当時ホストとかね、キャッチとか、まあ、荒らすので、まあ、4時、5時ぐらいの朝方に、掃除してほしい。うん。で、一回掃除したら5000円僕渡すからってことで、渡すようにしました。したら、ホームレスのおっちゃんが何人か連れてきて、で、普通にまあ、外でお金を受け渡しするようにはしたんですけれども、まあ、それ人数出てきて、一回ストップさせてもらいました。で、その後ぐらいかな、まあ、それもやっぱ時間があったおっちゃんとか酒飲んだりとかはしてた、20歳ぐらいの時ね、してたんですけれども、ある日ね、名前忘れたけれど、よくね、ヘルメット被ってくるおっちゃんがいてて、うん、見えたらヘルメットのおっちゃん、ヘルメットのおっちゃんって言われてるおっちゃんがいてて、そのおっちゃんがね、子犬を2匹抱いて、俺のとこ来たんですよね。うん。で、チャンピオンって言って、うん、営業中やったから、その時、夜中、まだ、当時、深夜営業とかやってた時代で、夜中1時、2時のぐらいかな、入ってきて、で、従業員がちょっと、オーナーの、訪ねてきました、って言って、どうしたって言ったら、そのヘルメットのおっちゃんをって、チャンピオン、ちょ、子供、子犬が生まれたんだって。もうそれ見て多分俺もすぐ分かったし、子犬生まれたけども、ミルク買う金がねえんだなとか、育てる金がないんだなと思って、おっちゃんに、ちょっとこれ、お祝い金として受け取ってくれって言って、もちろんまだね、仕事もない、なかったりとかしたんで、1万円僕渡しました。うん。で、1万渡して、何日が後かな、ホームレスが、店がなんか営業中にも何人も来るようになって、さすがにこれは俺にとって一番、まあ、大事なのはやっぱ、ホームレスは支援ではないので、儲かったお金でそっから支援できたらなっていうのがあったんですけれども、第一はやっぱ従業員なんでね、今もそうなんですけども、うん、で、従業員に迷惑かかってあかんなってことで、ホームレスの支援は、やめました。はい。で、やめて、そっから、もう、20年ぐらいはやってなかったんかな。うん。だその時に関しては、正直、同情とかはあったと思います。うん。同情はあったし、
理解しようとかそこまでほんまに、なくて、本当に今困ってるおっちゃんたちを助けたいみたいなのがあって、やってきた過去があります。うん。それでももう昔の従業員に聞いてもらったらね、ほんまに知ってて、あと、実はナックルかなんかが、それの取材に来ましたね。うん。実はナックルじゃないか、なんかそういう実は系の取材に来て、で、それまた出たら出たで、おっちゃんたちが見るんですよね。うん。見てまた来るみたいな時があったので、本当にちょっとまあ、やばいなってことと、やっぱ、あくまでも従業員守っていく。で、従業員守っていくってことは、お客さんを守っていくってことなので、そういう支援はやめました。はい。そういう過去もあって、今僕が現在、西成の愛林地区、そして、まあ、ホームレスの人たちの取材をさせてもらってます。うん、当時のやっぱ19、20歳の自分と、今の45の自分とであれば、今は本当に大人として、普通に、向き合っていけるし、普通に会話もできるし、本当に良き友達として、受け入れてくれてたりとかもしてるので、僕は僕とし、一人間として、あの人たちと向き合っていきたい、と思ってます。YouTube を始めたいきっかけなんですけども、まあ一番最初はね、まあボクシングチャンネル作ったらいいなっていうこともあったけども、頭の中の、まあ7、8割ぐらいは、まあボクシングやけども、自分にね、やっぱ、無理な課題を与えて、そして、自分自身の人生に、プレッシャーをかけたかったっていうのが、ありますね。今の現時点でもそうなんですけども、無理難題を自分に押し付けて、自分でやってみて、成功するのかしないのか。YouTuber 自体が、やらせとかたくさんあるじゃないですか。僕もやらせなしで全部行きたいなと思ってて、ほんまに失敗することもあるんですよね。かっこ悪いけどほんまに酒飲んで、殴られや、本当にあれ大失敗しました。日本のボクサーの方、本当すいませんでした。もう、さっきも、この間も言ったけど、二度とあんな舐めた真似、しません。ボクシングが本当僕好きなので、うん。本当にあんな舐めた真似して、申し訳ないな、と日本のボクサーの方にめっちゃ、今でも、思ってるし、やっぱほんまに、ずっとこれ最後に引きずっていくんだな、と本当に、うん。酒飲んでやる、飲むこと自体は、ボクサーとしても間違えてるんでね。本当に申し訳ございませんでした。まあ、それも含めて、まあ、いろんなこう、ナンパ100人企画とか、45のおっさんが、一般の45のおっさんやらないことを僕は、やっていきたいし、うん。やっていくことで、新しい理論や答えを出していきたいなと思ってます。うん。それと同時に、やっぱ僕がやることによって、やっぱ夢や希望というのを真剣に与えたいなと。うん。あのおっさん頑張ってんなじゃなくて、頑張り方を、教えていきたいとか、人生の楽しみ方を僕なりに教えていきたいっていう、情熱がそこにあって、それは真剣に、伝えていきたいとは思ってます。うん。話戻るけれども、まあ一番の根本とすれば、自分に、いろんな無茶な課題を、与えて、それを一個一個こなしていく。うん。それをやることによって、自分自身の人生も楽しみたいし、人に勇気と希望を与えたい。そういう思いで、今は YouTube やってます。はい。最後になりましたけれども、本当になんていうか、YouTube いつまでやんねんってなった時に、僕とすればね、YouTube っていうのは一つの遺書みたいな形で、生きた証を残していきたい、映像として、うん。僕とすればね、本当に YouTube っていうのはなくなるまでやり続けたいなと思います。うん。1年今365日、映像作っていくことを、まあ、前提にやってますけども、いつかそれが途切れるんだろうと思うんですね。今のところ100日以上ずっと続いてやってるけども、マジ大変なんですよね。めっちゃ大変。うん。企画して、撮って、自分でなんかパソコンに入れ込んで、入れ込むめっちゃ時間かかるしね。もう、多い時1時間くらいかかって、
で、そっから、まあ自分で制作して、YouTube にアップして、みたいな。で、アップする前に、20分動画やったら20分動画何回も見なあかんし、うん、これもう全部一人でやるんですよね。うん。ただ、まあ、なんでやれるのかってなった時に、さっきも言ったように僕に対しては、そこに、YouTube に対して信念もあるし、やっぱ自分の意思だと思ってるから、しっかり、なんちか、納得いくまで。できれば、俺が死ぬまでやりきりたいと思ってます。うん。ボクシングで俺についてきてくるメンバーとか見てもらったらわかるんですけど、多分あいつやるんじゃねみたいな思うと思うんですよね。うん。多分俺やれると思います。やります。はい。本当に最後の最後になりましたけれども、エラケチャンネル、やり出して4ヶ月、もう5月ぐらいになるのかな、もうすぐ5000人行きます。うん。で、また、ありがたいことに、5000人というのが、本当に生きてる5000人が、登録してもらってると思います。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。うん。で、僕を見てもらったことによって、本当に、料理一つにしてもためになるようなものを、僕は届けたいと思うし、感動もお届けしたいし、笑いもお届けしたいし、びっくりすることもお届けしたいし、これはまた次の日の動画はね、またこんなええ話じゃなくて、ぶっ飛んだやつやるんでね、うん、ずっとこう波を作ってはやっていきたいんですけれども、本当に見てもらってる皆様を、本当に心から僕は大事にしたいし、感謝してます。これからも、エラケチャンネル、どこまでいけるかわからないですけども、よろしく、よろしく、よろしく、お願いいたします。